地域の人たちに感謝の気持ちを伝えようと、電気設備工事会社の中電工が倉敷市の公園で街路灯の清掃奉仕活動を行いました。清掃作業には中電工の社員およそ30人が参加し、高所作業車4台を使って園内の街路灯をおよそ20基を清掃しました。参加者は照明部分についた汚れを布で拭き取ったり、電球を取り替えたりしていました。